広沢さんはなぜ、そういうその川村さんとくっついたかと、くっついたって変ですね、川村さんの側近になったかと言いますと、まあ、広沢さんですね、まあ、若い時に会社をやっておられました。自分で経営ですね、自分で会社を作って、で、まあ、その会社を、まあ、一旦は、まあ、まだそれやってる、まだちょっと一部やってるのかな、まあ、2つぐらい会社やってたかな、要はその辺がちょっと あまり細かいこと聞いてませんね。でとにかく川村市長をやってることを見てですね、すごい人が現れたと。広沢さんも名古屋出身ですから、慶応ボーイなんですよね。非常にスマートなかっこいい男なんですが、名古屋出身です。ただ名古屋出身でも川村さんほどどぎつい名古屋弁はしゃべりませんけどね、はい、まあ、非常にスマートな標準語をしゃべりますけど、で、まあ、その名古屋川村市長のですね、まあ、名古屋大改革と言ってもいいぐらい、まあ、大胆な政策を次々打ち立てると見てですね、すごいなと、私のふるさと名古屋にこんなすごい男が出たのかと、なんとかこう彼を支えたいなと思って、まあ、広沢さんからですね、川村さんのところに、ね、なんとかお手伝いさせてくれませんかということで、まあ、そうやって売り込むっていうのは変ですかね。でそれ何もね、金が目的じゃないんですよ。その全然そんなもいらないと、ただ川村さんのなんか お役に立てることがあったらということでね、はい。でそれで川村さんはですね、そうか、そういうことだったらちょっとわしの、まあ、手伝いをしてくれるかということで、まあいろいろやってたということです、はい。まあ、それが縁ですね。だからもう15年以上前、15年ぐらい前の縁になるんですかね。でね、それからですね、しばらくして広沢さんですね、お前県会議員出ないかと、県会議員にならないかと言われてね、で、まあ、県会議員に、立候補したら、まあ、通ったわけですよ。県会議員って結構すごいですよ、なかなか。愛知県の県会議員というのはですね、県によってね、いろいろやっぱり大きい県と小さい県でありますけど、愛知県って結構大きな県ですよね、はい。神奈川県とか大阪府とか、まあ、それぐらいの大きな県、 なぜ名古屋という、ね、大都市がありますから、で、まあまあ、そうですね、まあ、年収で言うとそうですね、名古屋県、愛知県の県会議員が、まあ、年収にすると2000万ぐらいですかね、はい。まあ、だから結構なもんですよ、かなりのもんですね。まあ、まあ、金はどうでもいいんですけども、まあ、そういう、まあ、かなりの役職です、はい。で愛知県の県会議員になって、でね、その後がすごいんですよ。ちょっとね、広沢さんのポストがあるんでね、そのことに書かれたポストがあるんで、ちょっとこれ読みましょう。でね、あれどこ行った、あ、はい、衆院選の思い出というふうにね、短い、ポストが広沢さん書かれております。これいつかな、今年の10月にですね、10月に書いてます。衆院選の思い出というふうにね、広沢さんが書いてます。実は私、以前衆院選に出て落選した苦い思い出があります。え、でしょ、衆院選出たことあるんですよ、国会議員のね、衆院選、本音を言えば勝ち目はほぼなく、費用は自腹で、でしかも県議の途中だったのであまり出たくはなかったのですが、川村市長から頼まれては断れません。最後にかけてもらったことはグッジョブ、それでいいんです、今では良い思い出です。あれ、先ほど私、愛知県の県会議員になったと言いました、広沢さんがね、県会議員になった。でそこで、県会議員さあ頑張るぞと思ってね、まあ、4年ですからね、任期4年、その途中でですね、川村隆さんね、あの人思いつきでもの言うんですよ、すぐにね、はい。で川村隆さんがね、広沢お前次 の衆院選あるからそれ出ろだけやとか言うたんでしょうね、はい。で広沢さんは、ちょっと待ってくださいよと、はい、私まだ県会議員まだ1期勤めてないし、まだこの仕事がすごいやりがいがあってと面白いんですけど、お前出ろだけや。うん、まあね、まあその尊敬する川村市長に言われたら、まあ、断らざるを得ないということなんですよね。ただね、これね、実は書いてます、本音を言えば勝ち目はほぼなく、ほぼ勝ち目なかったんですよ。
まあ、その時 の, その愛知何個か知りませんけど、まあ、相手強かったんでしょうね。で全く無名の新人ですから、まあ、勝ち目ないで準備も足らない、まあ、勝ち目ないんですよ。でしかも費用は自腹、つまりこれね衆議院議員で思ったらね、まあね、まあ、1000万以上は飛んでいきますね、はい、まあ、小選挙区の場合はね、まあ、飛びます、下手したら2000万から飛びます、はい、つまりその金自腹なんですよ、はい、あの減税立法のとって金ありませんね。だからそんな思いね応援してくれることはありません。まあ仮にですね、これがこれ自民党であってもそうなんです。自民党であってもね、まあ公認料とかそんなんで何百万かは出るんですけど、あと残る何倍ものお金、数百万とか一千万ぐらいは結局、候補者自ら負担なんですよ。これがまあ選挙の常識ですね。はいはい、党から何ぼか出るけど本人負担もものすごくあるんですよ。だから選挙に出て負けたらもう心身を潰すとかいう話が普通にあるんですね。だから本当にある意味その大金持ちができないとか、あるいは選挙に出るためにもうマンションとか家とか売ったいう人山ほどいるんですよ。ほんまに山ほどいる、まあ、それぐらい選挙というのは金かかる、まあその金かかるというのは問題なんですよね。でまあ広沢さんはですね、でもうわ勝ち目ない戦いやけど、しかも金がものすごく吹っ飛んでいくけど書いてあるね、あまり出たくはなかったのですが河村市長から頼まれては断れません。これすごいでしょ。あの私が前にね、あの七人の侍の七郎太が言いましたね、金にも出世にもなら厳しい戦いがあるわついてくるか、はいって言ってね、今度こそ死ぬかもしれんと言った時にニヤッと笑うんですね、はい、死んでもいいですよというね、はい、私あのシーンめっちゃ好きなんですけど、でそれは負けました。当然のように負けました、はい、で当然のように負けた。でその時にね最後にかけてもらったことはグッジョブ川村さんね、川村さんグッジョブグッジョブそれだけかいと思うんですけどね。でも広沢さんすごい、それでいいんですと、今では良い思い出ですと、かほんでねこの続きあるんですよ。でみんな言うてるね、これすごいでね、広沢さんも若いですが河村市長も若いですね。もしやああ固定資産税歌ってた頃ですから、まあ写真が載ってたんでね、まあそれで、もっと前の時のことです。2014年の12月の衆院選なのでもう10年経ちますと、10年前ですね、はい。でね、その後河村さんからのフォローも知りたいです。まさか省かれたり無視はされてないですよねという質問に対して、これはすごいんですよ。グッジョブから3年間特に連絡もなく、つまり河村さんからねグッジョブグッジョブって言われただけでね、それから3年間特に連絡もなく思い出に変わりかけていたところに副市長をやらないかと声をかけていただき今に至ってますと、はい、河村さんねすごいねグッジョブって言ってねよくやったっていう感じでね。で、まあ、それから3年間ほとんど連絡もなかった。で、まあ、広沢さんは、うん、まあ、これもいい思い出かな、と思ってたら、まあ、突然連絡かかってきて、河村さんからやって、副市長をやらないか、と。で、まあ、広沢さんは、ありがたくやらせていただきます、と言って、また、副市長をやったと。どうですか、これ。なんかね、男と男いう感じしません？もうね、お互いの信頼し合ってるもん同士ってのはこういうもんなんですよね、はい、普通ね、グッジョブおいおい それだけかよ、それだけよ、俺の代わりのポストは俺県会議員なくなって失ったやで、なんとか保証とか、なんか代わりのもんくれへんのかいとは広沢さん言わない。でその間、河村さんもですね、それは何とかするか、お前のために何とかするか、まあちょっと待ってね、そんなに言わない。お互いずっと連絡なかったね。でその時は普通やったらね、あんの河村のやつが、まあ、どこでもね、あんなやつの言うことを聞いて、そうしたらくっそーっと、まあ思っても不思議ないですね。私だと思うかもしれない、はい、私は人間が来ないからね、はい、でもね、広沢さんは、うん、それでいいんだよ、まあまあいい思い出やったなと思った時に、3年ぐらいした時に電話かかってきて、電話からどうか知りませんけどね、広沢、お前、私の副市長をやってくれ
だからおそらく広沢さんは、はい、と、まあ答えたんでしょうね。はい。それが、そのか3年ですよ。でもこの3年間の間にね、広沢さんと河村さんの、いわゆる信頼、男と男との信頼は全く崩れなかったということなんですよね。はい。まあそういう人です、河村、ああ、広沢さんというのは。ちょっと水飲まして。さて、そこでですね、まあ、私たちの関係は言いますと、まあ、昨年の夏ですね、まあ、河村市長との、まあ、減税立法の河村市長と、日本保守党が、まあ、タッグを組むということになりました。で、そこで紹介されたのが広沢さん。まあ、最初の印象はね、何このスマートな人、全然河村さんと全くタイプちゃうやん、もう全くタイプちゃうんですよ。河村さんはね、まあ皆さんご存知のようにああいう感じですよ。広沢さんはね、まあ、まあ、はっきり言って泥臭い感じですよね。広沢さんはね、なんかね、本当にね、都会のね、シティボーイみたいな感じでね、まあまあ年齢はそれ言ってますけどね。で、すごい紳士、ジェントルマンなんですよ。ちょっとちゃうねこれと思って、で、まあ、まあ、河村さんで、まあ、河村さんは共同代表になりました。で、広沢さんはですね、有本さんの、まあ、まあ下といいますかね、まあ、有本さんが事務総長で、河村さんが事務次長という形でね、まあ、あの私が代表、河村さんが共同代表、それから有本事務総長、それから河村事務市長、広沢事務市長というまあこの4人で、まあ、この4年間運営してたんですかね。やっぱりね、広沢さんはね、仕事が早い。で、なおかつ、あのね、調整能力すごいんですよ。やっぱりね、河村さんはああいう人ですから、やっぱ有本さんと河村さんはね、しばしばやっぱりこう意見がずれたり、まあちょっとおかしくなるっていうこともあるんですよね。で、その時に広沢さんがさっと入って、両者もね、シャパッと綺麗にまとめてしまう。これ何度も見たんですが、すごいなと。はい。ほんでね、つまり、川村さんはですね、広沢さんに言われたら、うん、そうか、まあ広沢が言うなかな、いうことでね、妥協するんですけど、でね、有本さんまたね、広沢さんにやっぱりすごい敬意を持ってますから、広沢さんに言われるとね、あの有本さんもね、ちょっと一旦引くとこあるんですよね。まあ、で、その辺をね、広沢さんが非常にうまく、だから能力高いんですよ。ほんでね、まあ、物よう知ってるんです、なんでもね。だからね、政治家としての、手腕能力はもう抜群ですね。で、実際に、名古屋市の副市長を何年もやっておられたんで、その行政としての何ですか、実績と、まあ、能力も、まあ、かなり高いんですよ、うん。で、なおかつ一番言いたいのは、河村イズムをそのまま引き継いでることですね。つまり自分の私利私欲のために、政治家にならないと、まあ、この精神はね、もう徹底してます。だからね、本当に、ね、私も、まあ、広沢さんとはまあ1年ぐらいの付き合いなんですが、まあね、思いました。あ、無視の人ってほんまにおるな。無視というのはまた自分自身を消してしまう。つまり、もう死にしようと一切考えなくてですね、じゃあ、まあ、他人のためにどういうふうに自分を生かせるかということを、まあ、もちろんね、人間ですから、まあ、もちろん我が身はとても可愛いですけどね、その要するに人間っていうのは我が身可愛さなまでですね、もうしばしばその本当に、死に死欲に走ってしまうんですね。だからこれはね、多い少ないはあってもね、若干みんなそういうとこありますよね。あ、多いところはどうしようもないでしょ。もう本当にもう死に死欲、我欲の塊っていうのは、まあ、こんな話、こんな話でどうでもないけど、まあ、そうじゃない人でもやっぱり何ぼかやっぱりこう死に死欲が出る時はあります。人間だからこれ仕方ないです。これ非難するもんじゃないです。でもね、広沢さんはね、私が見てきた、いろんな人の中で、まあ、トップクラスのこういわゆる死に死欲のない人ですね。河村さんもそうなんですよ。河村さんもすごいですよ。皆さん、河村さんのやったことって知ってご存知ですよね。名古屋市民のいわゆる市民税を下げる、そのためには自分の給料を減らしてもいいということでね、自分の給料だけ減らしてもいい、はっきり言って名古屋市の市民減税して、これだって100億円の減税したんですよ。名古屋市に本来入ってくるお金が100億円、これ減らしたんですよね。だから名古屋市は100億円
減収ですから、これ大変やったんですよね。まあだから河村さんはそれをものすごい必死になって、まあいろんな政治的手腕を持ってですね、まあそれをなんとか工面して100億円をね、コストダウンを頑張ったんですが、まあ当然ですね、身を切る、当然皆に血を流させて自分は血を流さないのは変だということで、自分はその当時2500万ぐらいあったかな、2500万ぐらいの給料を3分の1ですよ、3分の1切ったちゃいますね、3分の1にしたんですよ、はい、すごいでしょ、3分の1を切ったんじゃないですよ、3分の1にした、自分の給料、皆さん自分の給料3分の1できますか？できませんよこれ、あの1割カットいてもね、泣きますよ、もう大泣きですよね、給料1割カットやったら、はい、まあ、それぐらい、河村さんはですね、いやもういろんなところでね、職員さんに もう若干泣いてもらった、いろんなところで業者さんにも泣いてもらった、だから当然、自分はそのわけにそういうわけにいかんだろうということで、まあ、自分の給料800万にした、でそれを15年続けたんですよ、今でも800円です、というかもうやめられましたけど、最後まで800万で800万円です、はい、つまり年間そうですね1600万か700万ぐらいの金を、返上してるわけですよ、それを15年ですからね、皆さん 1700×15 をやって計算してもう大変な金、ね、でさらにですね、4年、市長、名古屋市長は4年続けると、退職金4220万円もらえます、でこれを、ね、河村さんは4期とちょっとやってますから、すごいですよね、はい、これだけでなんぼ1億7000万円もっといく、はい、まあまあすごい金をね、まあ名古屋市で返上して、ほんで、河村さんがよく言ってますけどね、自分はその15年間の市長で、まあ、逸失利益受け返上ええんだけどですね、まあ、名古屋市に返上したお金が4億円、約4億円やと言われてます、4億円ね、本来自分はポケットに入ってたお金なんですよ、別に不正でもないですよ、普通に正規にちゃんと受け取れるお金、これをね4億円、ポンと寄付してしまった、ポンとやないけど15年かかってね、名古屋市に返上した、河村さんじゃそういうところです、でね広沢さんはねその精神を継いでるんですよ、ですから広沢さんはですねまずとにかく、まあ、いろんな河村さんがいろいろやり残したこと、あるいはずっとやり続けたこと、これを当然引き継ぐわけですが、まず引き継ぐのは、名古屋市民減税、これをずっと引き継ぐと、はい、名古屋市はね結局その年間100億円ぐらい、市民に、まあ、配ってるじゃないですよ、君本来市民から取るべきお金を取らない、100億円ね、15年続けてる、でこれを広沢さんはそれをただに続けると、はい、宣言しています。そうそう、で、ね、名古屋の話しますとですね、まあ、100億円減った大変で、翌年も100億円減った大変でもね、3年目からね税収が戻ってきたんですよ、で4年目から逆に税収が増えてきた、つまり、減税する以前より増えたんですよ税収がね、これすごいでしょ、つまりね市民税を下げたことによって市民がね本来市民税で取られたお金が取られなくなった、つまり可処分所得が増えたんでね、じゃあほんなら今まで10個買ってたもんこれ12個買えるなとかね、あるいはそのいや今まではこれで我慢したけどおかずにもう一品つけようかとかね、あるいはその、まあ、車この車買おうと思うけどもうワンランク上の車買おうかなとかね、やっぱあります、あるんですそういうのはね、だからマンションでももうちょっと広めのマンションを買おうかなとかね、でそういうことがですね名古屋市全体に経済のこう活性化をもたらすんです、で例えば物がたくさん売れたらね当然小売店も売れる、小売店売れるとやっぱりその卸屋も儲かりますよね、で卸屋がどんどん物を履けるとこうメーカーもですねなんか物売れるからちょっとな生産ライン上げてもうちょっと物作ろうと言って、まあいろんなところでですね経済って波及していって、ほんで名古屋全体がですねこう経済上向いてみんな儲かるようになったんですよ、でみんなが儲かるようになったから当然、住民税も上がりますよね、で住民税減税してるんですよ減税してるけど全体が上がるから最終的には名古屋 の税収が上がったんですよね、はい、私はこれをね、河村さんからいろいろ教わって勉強して、あこれは全国的な規模でやれるなと、はい、例えば消費税を下げればこれ絶対経済上向くなということだったんですよ、でまあそれで我々日本保守党はねもう消費減税があると、まあ、いうことを、まあ、大きな政策の一つに入れてるんですが、
まあ、そのね、広沢さんはですね、当然その消費減、住民税減税をそのまま続けると。だからね、これね、これ広沢さんじゃなくなったら、これ住民税上がる、もっと15年ぶりに上がる可能性もあるんですよね。もうそうなったらね、名古屋市民アホちゃうかということになるんですよね。はい。で、ただね、私は思うね、広沢さんね、川村さんのことを全部引き継いだらね、広沢さんもですね、年収800万でやらなあかんということになるんですよね。でね、私はね、実はね、これ川村さんにも申し上げたいし、まあ実際にも何回も言うたんですけどね、800万円やめましょうよと。まあ、800万円だらね、普通のサラリーマンね、普通の平均的なサラリーマンよりは上です。もちろんね。だから、それで嫌ないかという声があるかもしれませんけども、まあ、サラリーマンの場合はね、4年でクビになることはないです。はい。まあまあ、よっぽど悪いことしないとかね、会社がガー倒れない限り、まあ、ずっと折れます。はい。ところがね、市長っていうのは4年でまた選挙あるんですよ。その時にね、お金かかるんですよ。川村さんはね、できるだけお金かからない選挙をしてますけど、それでもかかります。だからその分の金をちょっと置いとかなあかんですね。でもね、800まではその金置いとけないんですよ。はい。で、さらにですね、市長ともなってくると、それなりの付き合いがあります。それなりの付き合いがいろいろあるんですよね。はい。で、やっぱり普通の人にもお金かかるんですよ。で、まあ、はっきり言いまして、800万、というのは、手取りに直すと、まあ、500万、600万ないかなと思いますよね。だから、相当ね、で、川野さんはね、またね、自分の出張するときでもね、グリーンとか乗らないんですよ。要するに、まあ、その出張費は当然名古屋市から出るんですけど、それ乗らない。必ずその、普通で行くんですよね。はい。で、普通車っていうかな。はい。で、それで、ホテル泊まるときもですね、これ名古屋市から出るんですけど、それもね、川村さんは自分からね、市の職員とかそういうもんは出張するときにホテル代を上限決めてるんですよ。でね、今ホテル高い、東京のホテルめっちゃ上がってるんですね。だからね、そのお金ではちょっと足出ます、出るんですよね。でもね、川村市長はいつも、かなり下げてるお金で足出して、その足というか、それより予算オーバーしたもん全部自分で払ってますからね。いや、これもね、ちょっとやりすぎという感じは私はするんですよ。で、それではね、川村さんやからやっていけると。川村さん強いというかね、性格的にも非常に強い、もう非常に男らしい人間ですから、川村さんはやったらやっていけるんですけど、普通の人、川村さんの真似できませんと。ですからね、川村さんは減税日報の党で、出馬して、そして当選者、市会議員いますよね、名古屋市議ですね。これにもね、やっぱりね、お前たちも給料をちょっと下げろって言ってね、まあ、言うわけですよ。大体名古屋市の市会議員になってくると、そうですね、年収何ぐらいかな、まあ、1500万以上あります、多分です。もうちょっとあるかもしれませんね。で、それをですね、まあ、市長並みの給料みたいに、なんか、まあ、何本かはしてたけど、まあ、市長800万円くらいないと思いますけど、もうちょっとあると思うんですが、やっぱりかなりね、抑えてるんですね。でね、いや、それは市長が800万円やってられたら、名古屋市議はね、まあ、せいぜい同じか、それ以下でやれということは、理屈はそうかもしれませんけど、人間、なかなかそうはできないんですよ。4年に1回選挙あるし、それからやっぱり市会議員となってきたらね、さっきも言いましたね、それなりの付き合いもあるから、やっぱり出ていくもんも多いんですよね。で、まあ、そう考えるとね、ちょっと川村さん、ちょっとその部下にもね、製品を求めすぎてるんちゃうかなと私なんか思います。はい。川村さんはそれはできる強い人です。川村さん本当にすごい人なんですよ。ね、あんな人間ね、ああいう感じ、外面あんなの感じですけど、ものすごい強い人で、男らしい人なんですよ。だから川村さんやからね、800万でやって、市長を800万でやっていけるというんですが、これをね、いや、俺がやってるからお前らもやれ、言うてね、部下にもそれを、まあ、要求と言いますかね、まあ、要求という言い方はちょっと変かな。まあ、
まあ望んでると言いますかね。でもね、あのほとんどの人はね、川村さんほど強くはないんですね。うん、だから僕はもうその司会議員に関して、名古屋現日本の司会議員に対してはもうちょっと緩めてやってもいいんちゃうかなと私なんか思うんですよ。はい。うん、まあでもね、これがね、まあ、川村さんなんですよね。まあ、いや大丈夫だろ、俺がやってるんだからできるはずだと。まあ、あの川村さんはね、あの、まあ、もちろんその人の心も分かる人なんですけど、あのやっぱりその、まあ、政治にかなりこう強い理想を求めて、そしてその理想を自ら実現できる人ですから、どうしてもやっぱり他人に対する望みとか要求もちょっと高くなるんでしょうね。まあそれは仕方ないかなと思います。でただ、まあ、広沢さんはね、私は、まあ、もうちょっとだけ給料取ってもらってもいいちゃうかなというのは本音としてあります。はい。まあそんなわけでね、まあだいぶいろんな話しましたけど、広沢さんというのはね、本当にね、人格的に申し分なし、それから、義理人情も非常に大切にする。そして何よりも政治的手腕、行政能力者抜群。はい。まあね、まあ三拍子揃った素晴らしい人です。ですからこれがね、これが名古屋市長選に落ちるようではもうちょっと名古屋はちょっと私はがっかりしますね。でもまあそんな、名古屋市民はそんな選択はしないと思います。あの広沢、川村さんをね、ずっと支えてきた本当の、まあ、名将ですわ、はっきり言ってね。はい。まあ、名参謀ですね。はい。まあ、ですから、まあ、当然、まあ、新市長は広沢さんになると思いますけど、それでも、まあ、私たちはね、全力で広沢さんを応援に行きます。はい。ちなみに、月曜日に、私名古屋に入って、広沢さんをお願いします。はい。いや、名古屋をバカにするなんてバカにしてませんよ。名古屋を尊敬、名古屋市民を尊敬してるから、まあ広沢さんを選ぶであろうと言ってるわけでございます。はい。うん、あのでもね、本当ここだけないし、ここだけないしで言うたかんね、絶対言うたかんね、絶対言わへんやったら喋りますけど、みんな言うやろ、絶対言わへんやったら喋るよ。はい。言わない、お、言わない、よろしく、言わへん、言わへん、言わへん言うてるな。はい。よし、教えて、よし、誰にも言わへんということだと思ってるからね。あのね、今回こう衆院選を迎えるにあたってね、まあ終わりましたけど、私ね、川村さんにお願いしたんですよ。何をお願いしたか。川村さん、広沢さんをください。広沢さんを私たちは国会に送り込みたいと。だから広沢さんを衆院選に出したいって、広沢さんをちょうだいって言うたんですけど、はい、川村さんは百のおっさん、それだけはできへんわ言うてね、はい、それだけはできへんと、はい、断られました。はい。まあ断られるのは分かっていたからね、言うたんですけどね。はい。広沢さん欲しかった、つまりそれぐらいの人材なんですよ、広沢さんというのは。はい。嫁もらうみたいな。そうです。あのお宅のお嬢さん、もう最高の広沢一子さん、広沢一子さんください、お前なんかにはやれん言うて、ああ言うてね。はい。まあそういうことがありました。はい。まあそんなわけでね、まあとにかく広沢さんを、まあとにかく絶対に勝たさないと。はい。頑張ります。頑張ります。皆さん応援してね。あの、名古屋に住んでる方は皆さん、本当にもう一人でも二人でもね、あの、広沢さんいいよと。いや、この動画見て、この動画あかんかな。はい。いや、まあいいかな。はい。あの、広沢さんというのはこう言って、言うて、あの、私の動画をね、皆さん見せてください。はい。
よろしくお願いします。お願いします。広沢さん頑張れよ。あの月曜日名古屋行きますから。はい、それでは、皆さんありがとうございました。バイバイ。